お団子があります。お団子があります。粘土があります。真四角を作ります。そうしてこれをこっちに刺します。簡単な作り方だ。簡単な作り方。そうしてこれをここへ刺します。はい。でもうわあ、ピタゴラ拳法だんだんだんのせいだ。だんだんだんもう一つこっち。だん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 ね、笑うから集中できないんだ。お前たち静かにしとれ。しっかり刺しておきます。笑うなっちゅうのに。お前たちは人の子がそんなに嬉しいのか。真四角を作ってんだ。真四角を作る。これ真四角できますかね。これできる、できる、できるかもしれないけど、できないかもしれないけど。俺おかしいじゃない。これママさん違うね。これ、うん、分かった。それにさ、もう一つお団子つけて。そうすると違ってくるのか。形が変わってきちゃう。それでもう一つの同じ。そうするとこれグッと刺しといて、それでもう一つ粘土。これをこう刺しといて。笑うな。笑うなっての笑う。あ、話してて。いいことがある。何がある。置いてやったらいいじゃん。あ？置いて。置いてやったらみんな見えないでしょうが。それで電話見てればいいじゃん。ありがとう。置いて作って、なるほど。できたできた。佐野くんありがとうね。でこう刺して。じゃあさ、置いたらさ、あのさ、あれもう一つないじゃん。上に置いてさ、粘土がバラ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 になっちゃったんだよ。粘土がバラバラバラに。短いのはあるんだけど、長いのがないんだよ。あ、できた。よし。田野くんのアイデアのおかげで、下にこう置いといて、そして上上げればいいの？そう。あー！ふぅー！2個持ってる。ふぅー！2個持ってゆっくりやばい。2個持つの？おお、素晴らしい。みんな手叩いてあげてよ。さん、はい、今日冴えてる。今日のチャンプを決めます。今日最後まで注意されなかったら、注意されたらダメだよ、取り消したよ。今日のチャンプは佐野くんと決まりました。みんな手叩いてあげてよ。よし、真四角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 。でも話すと、ああ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 、真四角。何言ってんの？ねえ。おだ、もう一匹かぶってる。何が？これ？お、違う、どうせ。これはあんた。ああ、まだカズラかぶってる。あ、やってやって。ああ、どうして、どうして。ああ、どうしてやって。やって、やってる。うんちついてる？私は花の16歳。あの林ってね、年知ってる？私の反対なのよ。61歳なのよ。私は花の16歳。ねえねえ、林。私の秘密教えてあげようか。実はね、私、内緒よ。パンツにうんちがついてんの。言わないの。今日学校でね、トイレに間に合わなかったの。ちょっと臭いでしょ、ね、恥ずかしいから人に言わないでね。あんたちゃんとお尻拭ける？あんた拭ける？そこの後ろのお坊ちゃん、あんた お尻拭けんの？いや、うんって言われるとちょっと困っちゃう。私は花の16歳。みんな私のようになっちゃダメよ。私こう見えてもね、みんなに嫌われてる。
どうしてか知ってる？怖い姉ちゃんだからよ。ね？わかる？私の真似しちゃダメよ。私はね、怖い姉ちゃんなんだから。わかったね？ああじゃないでしょ。怖いよ。でもね、悲しいことが一つあるの。聞いてくれる？私ボーイフレンドいないの。何？ボーイフレンドがいないの。ボーイフレンドって？あら、彼氏彼氏。彼氏彼氏って。彼氏じゃないなんだ。まあ彼氏っていうのはね、いつも私をね、私と一緒に遊んでくれる男の子、そういうのがいないのよ。あんたガールフレンドいる？ん？ガールフレンドいる？いない？いるよ。いる？男の子の遊んでる人いる？男の子のガールフレンドっていうのは困るんだよな。あんたいる？ガールフレンド。男の子ならいる。男の子ならいる。女の子も男の子も2人いるよ。あれ、あんた好きな子いるの？いっぱいいるの。うわぁ、それまた浮気っぽい。いっぱいもいるの。一人にしなさいよ、あなた。いや。私はどう？私ダメ？うん。あ？たくみもダメ。私は花の16歳。11歳。香水の代わりにうんちの匂いよ。プップンって。だから嫌われるのよ。夕べは餃子食べたのよ。臭いでしょ。嫌われるな。また来るからね。バイバイ。林じゃないって、これは。私は花の16歳。なんかあそこにもボールみたいのがある。もう終わり。誰が笑いった？まだ笑わないぞ。じゃあこれちょっと見てよ。あなたどこ立ってんの？お尻かゆいの？あんたも座ってなさい。あんたお尻かゆかったら立ってんの？お尻がかゆいさ、立ってなさいよ。あ、船長がいた。この中でお尻かゆい人いる？いない。お尻返したら立ってない。これね、団子でいくよ。真四角。真四角。長四角。長四角。四角四角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 四角。じゃあ紙あげるから鉛筆出してよ。はい。うるさいことはあげない。うるさいことも選んだ。鉛筆ない人貸してあげる。誰ない人？ある？見て。あると思うけど書いてほしい。ない。あった。あった。あった人はいる。あった。どっちにしようかなって思って。座ってないぞ、お前。座ってなきゃ選んだ。ねえねえ、好きな絵描くの？好きな絵描くの？だからそういうことはまあね、そういうこともあるけど、今日は違う。ねえ、何の絵描くの？じゃあ先生が見せるよ、描くの。いいよ。でもちょっとしか見せないの、先生意地悪だ。じゃあ行くぞ。ちょっとしか見せないよ。青い紙ね、大きく書くんじゃなくて小さく書いていいからな。いい。全部でね、いい。4枚書くから、いいね。はい、いいよ。1、2の、見た？はい、見た。じゃあ書いて。はい。もう確認しちゃうの？もう忘れちゃったの？じゃあもう一回見せるよ。1、2の、もう書いてる。じゃあ書いてよ。見えない。見えないじゃない、隠したんだもん。ずっとずっとはダメ、ずっとはダメ。見えない。もう忘れちゃったの？ちょっともう一回見えた。もう一回いくぞ。1、2の、ちょっとだけよ。もうダメ。もう覚えた。そうそう、覚えて書くんだよ、これは。覚えた、僕。よし、もうちょっと今度佐野くん小さく書いて。小さく書いてよ、今日チャンプだから。見て。もう一回見せるか。見ろよ。いいか。できたよ、ほら。わかった、あげなくていい、ここはビーダブルだから。それは幼稚園モードなの。行くぞ。1、2のパッ。見た？見た。じゃあ書いてごらん。もう書いたよ。シッ、言わなくていい。はい。第2問行くよ。はい。待って。いいよ。第2問。待つのは嫌だ。